はい、皆さんこんばんは、真空管アンプビルダー純一です。ちょっとすいません、遅くなってしまって申し訳ないです。ちょっとね、抜けておりまして、10分ほど遅くなってしまいました。今日もですね、日曜日9時になりましたので、ライブの方ですね、始めていきたいなと思います。今日はですね、ちょっとね、昼間ですね、部品の整理をですね少ししていました。で、していたのがらですね、いろいろものが出てきてですね、こういうですね、ソケットですね、これ何のソケットか、ご覧ね、ご存知の方いらっしゃるかわからないんですけども、こういう感じでですね、ソケットなんですけど、これがね、このソケットがあることは知っていたんですけども、ちょっとその、持ってきてみたらですね、こう下から見たらこっち側がこう本当は見えるんですけどね、あれ見えないなーなんて思ってポコッと開けたら、なんと中からですね、これですね、テニスボールです。ウエスタンの101っていう真空管なんですけど、これが入ったままになってまして、これソケットですね、ちょっと私の知っている、そのオーディオのねマニアの方から、もう使わなくなったから持ってっていいよって言われて、持ってきた中に入っててですね、まさか中に真空管が入ったまんまになってるとは気づかなくて、持って帰ってきたと気づかなかったんですよ。で2年ぐらい経って、今日、物置の整理してて、このソケット使えるかなと思って持ってきたら、これが入った状態になってました。びっくりしましたね。これとですね、ちなみに真空管はこれ 101F っていう真空管です。多分ですね、もうこれダメだと思うんですけどね、ガス入っちゃってるのかな、ゲッターが全然ないんで、ゲッターがない球なんですかね。僕もちょっとねこの辺古すぎて詳しくないんで分かんないんですけど、ダメなんじゃないのかなと思います。でね、これ面白いんですけど、ここのところ分かります？このなんかね緑色になってますよね。これね、こう触るとこっちから触ったらいいかな、これ段になってるんでいいとりそれ、そうですね、段になっててですね、なんかついてるんですね、これね、何がついてるんですかね、不思議な真空管ですね。はい、というのが今日出来事で、こんなニッケルのだと思うんですけどね、プレートですね。で上から見るとまだフィラメントはこうバネのところがちゃんと残っているので、切れてはいないような感じはします。もしでもガスが入っちゃっててフィラメントつけると、一瞬で切れちゃいますんで、それはねちょっとかわいそうかなと思いますんで取っておきたいなと思います。それからもう一つですね、これもねすごくないですか、これも出てきたんですよ一緒に。こんなほらこんな真空管ですよ。これはナンバーがここにね書いてあるんですけどね、299って書いてある、 C の299って書いてあって、これ GE の真空管ですね。 GE の真空管、これこうやってこうしてってやってでキュッと刺すだけですね。なんかね、いろんな方がいらっしゃるんでいろんなものがあって面白いんですけど、さすがにね全部は聞けないんですけど、聞けるものをいろいろ聞いてみたいなと思います。で、今日もねまた綺麗にしてて、どうしようもないですねっていう話ですね。そうですね、 UV199 っていう風にね書いてあります。で、そろそろね、今日の、前説の方は終わりにして本題に入っていきたいんですけども、
まあ、チャットのメッセージちょっといただいたので読んでいきたいなと思います。平瀬理恵さん、こんばんは。いつもありがとうございます。こんばんは。それから X で配信するが投稿されていなかったみたいだけど、勝手にはすいません。今日はねちょっと入れてなかったですね。それからのりさん、あ、いつもねコメントたくさんありがとうございます。いただいたのはしっかりと拝見しております。ね、お父様が佐久間式のアンプをお持ちということで非常に羨ましいですね。私も佐久間さんのね、コンコルドは2回ぐらい遊びに行ったんですけど、まあ本当に何て言うんですかね、アンプもすごいこう個性強いんですけども、本当に仙人さんみたいですよね。あんなね千葉の立山っていう、まあ、町から離れたところに住んで、アンプに情熱を注ぐっていうのはね、すごい面白いなというふうに思いましたね。平瀬理恵さん、イートレーサーで測るしかない。イートレーサーでね、測ってみたいんですけども、どうなるんでしょうか。君を32製作所さんさん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。平瀬理恵さん、UV199、そうですね。先ほどちょっと返しましたけど、199ですね。それから、炭鉱うどくさんですね。こんばんは。はじめましてかな、ちょっとわかんないんですけども、よろしくお願いいたします。それではですね、今日のトピックとして、まあ好きなタイプはってちょっとなんか書き方がよろしくないですね。好きな真空管のタイプはっていうことですね。この書き方をすると好きな女性なタイプはってなってしまいますんで、まあ、僕は小柄の、まあ、顔がまん丸した感じの人が好きなんですけどね、ニコニコしたような人が好きなんですけど、まあ、今日は、そういう女性の話はちょっとこっちを置いておきまして、真空管の方の話をしたいなと思います。で、ね、いろいろといってもまあ20年ぐらいなんですけど、まあ、聞かせてもらったり自分で作ったの聞いたりしてて、まあ前も動画で言ったかもしれないんですけど、僕はヨーロッパ系のね真空管のアンプがすごく音がいいなって思ってて好きなところがあるんですね。で聞いて家で聞けてで聞いてよかったのはもう、ね、GEC の KT88 の、プッシュプルがねすごい良かったなっていうのが実はあってて、それはラックスの、NHK かなかなんかのモニター用のプッシュプルアンプなんですかねっていうものが一回ねオークションで買ったことがあって、トランスが切れちゃったんでまたすぐ売っちゃったんですけど、それはすごい良かったですね。 JBL 当時は、JBL の D130 と LE85 っていうですね 2way で聞いていたんですけども、まあなんていうんですかね、それまで使ってたアンプではそのスピーカーがやっぱり駆動全然足りてなかったっていうかですね、よくまあ駆動力とかっていう言葉をオーディオの評論で使いますけど、本当にそのまさしく駆動力なんだろうなとかって思うようなですね、本当に気持ちいい低域がスカーッと出てですね、もう本当にこうウッドベースなんて聞いてるとですね、なんか低音って理論的には位置が分かんないっていうんですけど、でもちゃんとそのどこにベースがいるのかとか、今ベーシストがどんな風に指を弾いてんだろうみたいなのがこうリアルに出てくるようなですね、本当にいいアンプだったなと思いますね。まあ、トランスが切れちゃったのがね、アウトプットラックスのそのアウトプットは切れるって有名だったんですけど、まあ仕方がないかなというのはありますね。でその後ですね、その KT88 その時にそのすっごいラッキーだったのは、そのアンプ自体は20数万で買ったんですけど、GEC の KT88 が4本ついて、まあ、ステレオの、まあ、プッシュプルですね、ステレオじゃないモノラルのプッシュプルアンプだったんですよ。だから真空管だけ、まあ、もし新品で買ったらそれぐらいの値段するぐらいの値段でアンプが買えたんですけど、でまあアンプ処分するときはもう真空管は全部抜いてアンプだけで処分したんですね。でまあその後なんか自分でシングルで聞いたりとかして、やっぱりねこうなんだろうねっていう、なんかヨーロッパの玉っていいなっていう、多分
電圧増幅管で 12X7 とか 12AU7 で、あの ECC82 とか ECC83 とかあの辺を、テレフンケンシーメンスの使って聞かれる方も多いと思うんですけど、ああいうなんていうんですかね、色っぽさみたいなのがすごくその KT88 があって、まあまあもうヨーロッパの本当に王様の真空管かなっていうのを思いましたね。で、まあ、あっちは GEC なんでイギリス系の真空管で、まあ、もう一つはドイツ系としては EL156 とかあるんですけど、その EL156 とかともこう違う KT88 と EL156 とこうあるなっていう感じはしますよね。まあ分かんない、別にそんなに車とかが詳しいわけじゃないんですけど、なんかよくドイツの車は7ずつ合計とかって言うと思うんですけど、まさしくそのシーメンスとかテレフンケンってそういう感じの音がして、こうイギリスの真空管ってどっちかっていうとなんかこうなんだろうな、すごいこう、広いイングランドの大地を車で走っていくようなこう爽快感っていうんですかね、そんなようなものをこう感じるようなですね、良さがあったなっていうのが思ってます。まあそういう意味では、まあ、あのアンプのね注文もらって最近作ってるのは807とかすごく多いんですけど、300B とかが多いんですけど、個人的にはですね、まあ、そういう5極管の5極管で聞くっていうのも実はすごく美味しいんですね。ただ今の、いろいろその部品の良さを考えると5極管を使わないっていうことも一つの選択肢なんですね。確かにね、その3極管をうまく使ってパワーを取ってとか、あとは、まあ、5極管、まあ僕はちょっと今これ研究中なんですけど、その多極管を使って部分 NFB と組み合わせて、その、まあ、多極管の持ってる、まあ、その独特の何て言うんですか、特性の改善しなきゃいけない部分っていうのがあるんで、そこは NFB の力を借りなきゃいけないと思ってるんで、その部分 NFB を使ってその部分をうまく解決しつつ、例えばトランスとか、あとはそのトランスの性能を生かすためのしっかりした電源回路、それ全体を生かすためのシャーシとかっていうところを、合わせていくことで、もう一回その、KT88 とか、下は 6V6 とかそういうところのパワー感で、いい音を出すっていうですね、まあ、あのことができないかなと思ってます。で今、まあ、私はこう、まあ、ガレージなんで年間10台ぐらいしかアンプは作ってないですし、多分そのぐらいしか今の、兼業の状態では作れないんですけども、まあ、メーカーさん出してるアンプって 300B か 845 とか 211 で、あとは KT88 とか KT120-150 とかってそんなにこう玉の種類がないんですよね。だけど、まあ、実は EL84 とかもすごくいい音する玉ですし、そういうのを見直して、まあ、これこんな今まで評判こうだったけど実はいいんだねみたいなのができないかなっていうのを今やってます。それはね、実は言うと、まあ私の YouTube チャンネルでよく出てくる長野のね、サウンドパーツさんですねと協力してというか、もう本当にねサウンドパーツさんに回路の指導をすごいしていただいてて、でまあすごいいいのができたから一緒にやろうよっていうことを言っていただいてて、今5極管のその件もですね進めていただいてるんですね。でまあ時期が来たらですね、私の方もご注文いただけるようにですね準備するつもりです。で今はサウンドパーツさんの方が進んでですねどんどんやっていただいてますので、もし気になる方はですね、まあ、サウンドパーツさんのホームページとかちょっと見ていただくと、いろいろ情報を仕入れていただくことができるのかなというふうに思います。まあ好きなタイプはということで言って、まあ、だから僕はねやっぱりパワーが出る球が好きですね。そういう意味ではね、多極管でパワーが簡単にペロッと出てくるのようなのが好きですね。まあ 300B とかもね、もちろんすごく魅力的な真空管ではあるんですけども、まあ、人気もありますしね。それから845とかも
本当に作って聞いた時はね、あこんなにこうやっぱり真空管によって音って違うんだなっていうのを改めて思いさせられた玉ではあるんですけど、まあもしこうもうこう家の人からねこれ以上アンプ置いちゃダメよとか言われてね、とか、久保さん借金の方で悪いけど全部持ってくよとかって、借金なんかないですよ、ないですけど、もしアンプ持ってかれちゃって最後1個だけ残してあと全部持っていくよとかって言われちゃった時に、まあ残すとしたらきっと KT88 を残すんじゃないかなっていうのは、思ってますね。やっぱりGEC の玉とかってね、 KT66 はまだ聞いたことないんですけど、 GEC の88はすごい良かったなっていうのは、いう感じです。まあこれが今日の1個目の、好きなタイプはっていう話の部分になっていきます。で、またちょっとコメントをいただいたんで少し見ていきたいなと思います。まあこれはね、好き嫌いのところはもう本当好き嫌いなんで、ね、何が正しいとか正しくないとかじゃないですからね、読んでいきたいなと思います。でのりさん、直熱三極管が好きです。そうですね、直熱三極管はねやっぱりね、まあ独特のどんな今日もね僕も4さっきこう KT88 が好きだよと言いながら、今使ってるのは4号のシングルアンプ、最近ちょっと気に入っててよく使ってますけど、すごく僕も好きですね。ヨーロッパの玉は作りがいいですよね。すいません、君を32製作所さんですね。ヨーロッパの玉は作りがいいです。そうですね、僕もそう思いますね。やっぱり日本の松下でしたっけ、東芝でしたっけ、どちらかはあれですよね、フィリップスとかあの辺の技術提供を受けて作ってますよね。だからプレートの形とか確かそっくりだったと思います。のりさん、ヨーロッパ系はバイオリン系がいいですね。あそうですね、確かにそうですね。ヨーロッパの、まあ、こういう真空管と単ノイで聞くなんていうのはなんかすごくこうまあ憧れるっていうかね、夢のある組み合わせなような感じがします。君を32製作予算、今度 EL156 プッシュプルを組もうと思ってもすごいですね。EL156 を手に取ってみて作りの良さに一目惚れしました。おいいですね、いい、これはねすごいですよ。こう本当にうまくできたらまたぜひ報告をお願いいたします。平瀬理恵さん、英国の CV124807 系もいいですね。プレートが、六角でなく楕円で面白いです。ああ、ちょっと2、そうですね、222ねとか、222はないんだけど、あれ 12E1 とかああいうのが楕円形のプレートでしたっけね。どっちがいいんですかね。多分楕円にしてするっていうのは多分その角っこのところこうフィラメントじゃないな、カソードがあってグリッドをこう巻いてますよね。でそのグリッドからプレートに対してのここの距離をこう多分一緒にするっていうのが目的で楕円にしてんじゃないかなと思うんですけど、まあね、なんかすごい綺麗にこう美しいですよね。金属のああいう綺麗に曲がってるのって見るのって何とも言えない気分だなと思います。それから君を32製作所さん、 KT66 シングルは作りましたが、とても端正な音でした。おそうなんですね。それからナショナルパナソニックと提携してましたね。 6CA7 でした。あやっぱりそういうことなんですね。そうですね、フィリップスと、パナソニック、ナショナルですね、ナショナル松下ですねが、一緒でしたよということですね。なんで松下ナショナルパナソニック、まあパナソニックはね海外ブランド向けの名前で付けたっていうのは聞いてますけど、松下とナショナルってなんで2つ付けたんですかね、よくわかんないですけど、まあだから松下系と東芝系ってちょっとねなんか音の感じ違いますよね。面白いなと思いますね。アンプビルダー X さん、フィリップスと提携していたのは松下です。松下とフィリップスですね。はい、ありがとうございますですね。はい、
という感じで、いろいろすいません、コメントありがとうございます。じゃあそれではですね、まあコンデンサーの話をいろいろしようっていうのは、実はさっきまあ物置をきれいに片付けてていろいろ出てきたよなんて話をしてたんで、ね、まあこのコンデンサーの話ってもういろんな動画を上げてるんですけど、今回もまた改めてしたいなと思っています。ちょっとね、まあお願いと言ってはあれなんですけども、もしあの動画ご覧になってる方、ちょっとポチッとですねいいねの方していただけますと、非常に嬉しいですのでよろしくお願いいたします。また今日ねちょっと初めてこのチャンネルに立ち寄っていただいた方、まあこんな形で毎週、日曜日の9時からですねオーディオネタで、なんかお話をさせていただいているので見ていただけたら嬉しいです。まあ、以前はね真空管の使い方の動画とか、真空管ってこういうものだよとかっていう動画もいっぱい作って止めてありますので見ていただければと思います。最近ねちょっとそのアンプの注文をねいただいて作るようになった関係で、動画の方をこう撮って編集してとかっていう時間が取れないもんですから、今こうやったライブっていう形で、まあ、皆さんとねお話しする、お時間をいただいて、まあ楽しませていただいているような形になります。さて、まあ、コンデンサーも今日もねそのやっぱり物置をこう片付けてて、いろんなコンデンサーが出てきましたね。ちょっと、まあ、例えばですね、まあ、こういうのですよね。あ、今スプラグってちょっと文字が見えたんですけど、これねこれスプラグですよね。これ見えるかな、スプラグの、これはスプラグの、種類でいうと電解コンデンサーですね。こうやってここに金属のバンドをつけてシャーシに固定して使うタイプのもので、こういうタイプの特徴っていうのは、まあその銘柄にもよるんですけど、これなんかは450ボルトの耐圧があって50マイクロの、コンデンサーの容量がありますよっていうことで、まあ、こういう、すいません子供が騒いじゃって申し訳ないです。まあまあ非常にその耐圧と、容量が大きいっていうのが、まあ、こういうブロック型コンデンサーの特徴ではありますね。その代わり、まあ、その大きい容量に合わせて、体が大きいんで固定する方法を工夫しないといけないっていうのが、まあ、こういうものになってくるんですね。それ以外に例えば出てきたのが、これちょっと古いですね、こんな マイカコンデンサーって言うんですけど、くらいね、マイカコンデンサーでね、こういうのも出てきました。これはマイカコンデンサーっていうのは、まあ、今はこれに代わってフィルムコンデンサーが登場してるんですけども、当時は、こう耐圧が高くて、まあ、その容量をですね作って高周波の特性がいいっていうと、こういうマイカコンデンサーになってたわけですね。今は金属を薄くする技術があるので、まあ、マイカコンデンサーっていうのはほとんど使われ、すごい小さい容量でものすごい高い電圧の耐圧のものっていうのはありますけども、だんだん減ってきてるかなと思います。これなんかも、今言ったスプラーグですけどね、これスプラーグの、マイカコンデンサーですね。これはいくつだろうな、これは耐圧が600ボルトで、容量がコンマ47って書いてあるんです。見えるかなですね、こういうのがありますね。こんなのも あるわけですね。まあ、いろんなそれぞれ音が違うので使ってみると面白いとは思いますね。それからですね、あとは例えば、よくその電解コンデンサーの話をしたんですけど、電解コンデンサーで、私がアンプ作り始めた頃にすごく知らなくてミスをしてしまったのが、ここにですねプラスとマイナスっていう字が書いてあるんですよ。でこれ何かっていうと、必ずプラス側がね電圧が高い電圧がかかる回路で使う場合はプラス側が高い電圧でマイナス側が小さい電圧の方ですね。だからこう回路がなんかこう抵抗が1本あるこういう回路があったとして、ここに電源があって、
こう例えば 100V 抵抗を通して0になって戻っていくっていう回路があったとしたら、100V 側がプラスですね。で0側が、マイナスっていうかな、何も書いてない無印の方をつないで使います。これ逆にするとどうなるかっていうと、パコーンってね破裂するんですよ。でその破裂した時のまあ安全はバコって爆発すると大変なんで、しないで済むようにここにですねこういうちっちゃい穴みたいなのが開いているので、ここからまあその爆発を防止するためのね、ものがついているわけですね。であとね、よく市販されている電光コンデンサーを見ると、ここにねこう三角と三なんて言うんだろう、メルセデスベンツみたいなマークがこうやってついてるのがあるんです。あれはどういうことかっていうと、まあそのさっきみたいにその爆発が起きちゃう時にここのところがパカッと開いて、その爆発の被害をね少なくするっていうのかな、そういうのがありますね。私本当に失敗した時は40ボルトの耐圧のコンデンサーを間違えて200ボルトの回路につないだことがあって、その時はこうリードタイプでシャーシに止めてあったんですけど、この上のキャップの部分がですねポーンって飛んできましたよ。それで中にね綿みたいなのがいっぱい入ってて、それがアンプの中にブワーって出ちゃって、すごい大変、あと綺麗にするのすごい大変だったことが過去にあったんですけど、まあそんなことがあるので、まあ、コンデンサーはねしっかりねそういう使い方っていうのがあるので、プラスとマイナスをね間違えないようにっていうのがあります。あとはねフィルムコンデンサーなんかもこうプラスマイナスって書いてないんですけど、結局コンデンサーってこう前も話したんですけど、2枚の電極の中があって、そこにこう、電気が少しずつこう溜まる構造になるわけなんですね。でそれをこうやって容量って要はコンデンサーの値を大きくしようとすると、その面積をどん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 広くしていくわけなんですよ。でもそう広くしていくとキリがないんで、小さくするためにこうくる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 ってこう巻いていくんですね。だからコンデンサーを作る工場に行くと、こうミシンのこのボビン作るみたいにくる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 ってこう巻くですね、工程が見ることできるんです。でそれが、まあ、外側にマイナスが来るのかプラスが来るのかっていうので一応あるんですけど、うん、それによってこう、まあ、音が変わるっていうふうによく言われるんですね。でなぜかっていうと、まあ、こういうアンプの、なんかないかな、ないな、アンプのこう、まあ、シャーシにこう部品ってラグ端子つけてつけていきますけど、そうするとそのコンデンサーとシャーシとの距離がありますよね。でその距離によって、まあ、そのどっち側が高い電圧か低い電圧かによっていろいろそのシャーシとの影響が出てきますよね。電気が引っ張られたり逆に押されたりとかっていうのがあるんで、そういうのが音に影響があるんじゃないかっていうふうに言われる方もいらっしゃいますね。まあ、私はあんまりそこまでですねちょっと気にしてやったことはないですけど、アンプ作るときは向きだけは、まあ、ステレオで必ずアンプって使いますので、まあ、どっち向きにするかっていうのは間違えないようにですねしてますね。フィルムコンデンサーって向きは指定はないんですけど、オーディオで使うんであればぜひね向きは合わせて使っていただくと、それだけね左右のこう条件が一緒になるんで、まあそういう音の良さっていうところにもね絶対影響してくると思うんで、向きを合わせて使っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、またですねちょっとコメントをいただいたので、少し読んでいきたいなと思います。すごいたくさんいただいてありがとうございます。アンプビルダーここまで読んだかな。君を32製作所さん、東芝の 6GP8 もプッシュプルで作ろうとしています。おお、いいですね。これね、もう20年も前の話で申し訳ないんですけど、クラシックコンポーネンツで働いてた時に、
前 6GB8 好きだよってお客さんね結構いらしたんですよ。だけど、だけどって言うのかな分かんないけど、あの 6GB8 を鳴らして聞いたことがあるって人はねすごく少なかったですね。なんかあのぜひねいい音でねアンプを作ってあの紹介してください。あの運動会アンプっていうらしいんですよ。あの要は、運動会でこういろんな競技したりするときに音楽かけるじゃないですか。あの PA 用に考えられたのが 6GB8 だっていうふうに言われてて、まあその、まあ、運動会真空管みたいなイメージらしいですね。はい、のりさん、コンデンサーはスプラグがいいですね。はい、スプラグとかね、コーネルとか、なんでしょうね、なぜこうなるのか分かんないんですけど、日本 のメーカーのコンデンサーの音ってなんか優秀なんですけど真面目すぎるなっていう感じなんですよね。でヨーロッパとかアメリカのつけるとなんかそれに対してちょっと違う雰囲気を感じるっていうのがあって、確かにスプラグとか僕も好きであのよく使ってましたね。まあ、最近は あの電解の仮想度に入れるですね、コンデンサースプラグ選ぶことが多いですね。はい、クラシック源五郎さん、こんばんは。88シングルも良いですが66の方が好きです。ビーム管5極管は3極管接続が良い。66はプレート400セルフ650にて3極管接続で5ワットから6ワットも出るんですか。807よりも全然パワーが出るんですね。すいません、知らなかったです。ただ結構プレート400やられてるんで、あの電圧高めでお使いな回路がお好きなんですね。あの私のところで、まあ、807の注文いただいて作ってるやつは結構ね300ぐらいを中心にしてます。あのまあアンプ買っていただいた方がすごく音が柔らかいっていう印象があるっておっしゃってたんですけど、その柔らかい系が好きで、まあ、そういう低い電圧で作ってるんですけど、まあ、まさしくそうなのかなと思います。ただ、で作ってみないといけないなとは思うので、まあ、こういう、私が作ってるのに対して高い電圧のアンプっていうのも一回やってみたいなと思います。もう本当に、やっぱりその部品の選び方とか前段の回路の作り方とかがやっぱりどんどん、まあ、進歩するっていうわけではないんですけど、いろいろこうやっていく中でこっちがいいとかっていうのが変わってくるんですね。やっぱりそういうものがあるので、まあ、まあ昔やって今はこうなったけど、もう一度昔のものをやってみると違う良さが見えたりするっていうことも往々にしてあるので、こういうのはちょっとやってみたいなと思いますね。のりさん、いろいろ持ってますね。そうですね、あの持っているというかですね、まあ、こういうことを長くやってるとですね、結構あの先輩方がですね、まあよかったら試してみなよって言ってね、あのくれたりするんですね。今、まあ、ちょっと今はねオンラインでやってるので、なかなかこう実際人が持ってるものとか見る機会がないんですけど、昔はやっぱりお店に行ったりとかですね、まあそのお店で知り合った人が、まあ、次に会った時に、まあよかったらこれ使ってとかっていうのがすごくあの多かったんで、物が増えちゃったっていうようなところもありますね。アンプビルダー X さん、 K マークのものもありますね。あ、そう K マークですね。あのベンツのマークって言ったんですけど、どっちかっていうと K みたいですね。あ、言われてみるとそうですね、分かりました。はい、 K です。今度はあの、何のことだろうと思われている方ね、ぜひ電解コンデンサーの背中の銀色のとこ見てください。K っていう文字が書いてあるんで、ローマ字の K ですよ、書いてありますのでね、あの日本語の K じゃないですからね、 K ですね、ありますから見てみると面白いですよ。君を32製作所さん、電解コンデンサーは特に被覆の絶縁が確保されていないので良い。ああそうですね、ないですね。ただ電解コンデンサーは、あ、周りもそうですね、周りも、マイナスになってるのかな。そうだから、あれは基本は絶縁して使うもんだと思うんですけどね。ただ昔のあの
何ロックだったっけ、すいませんちょっと名前を忘れてしまったんですけども、こうベーク板にこうスコッと入れてピンを曲げて使うコンデンサーっていうのもあるんですけど、あれなんかはシャーシにくっつけて使っちゃうタイプですね、はい。電解コンデンサー、そうですね、ノリさんいろいろ知ってますね、そうですね、ありがとうございます。君を3236GB8 は戦後10年の東京オリンピックで使われた、東京オリンピックですね、そうなんですね。じゃあ、運動会真空管改め、オリンピック真空管ということで、ね、もうちょっとあの格を上げていかないといけないですね。オリンピック真空管ということで、失礼いたしました、はい。コーネル・ドゥブラーもあります、そうですね、コーネル・ダブラーとか、スプラーグ、何ですかね、あといろいろありますよね。まあ、最近はねどこ使ってたっけな、ですね、まあダメですね、いつものあの急にどっか行ってしまう病がまた始まってしまって、まあ、出てこないんで、またあの次の回でも話したいなと思います。EL156 も候補になったそうですが、入手性とコスト面から 6GB8 になったそうです。うわすごい詳しいですね、まさかその時代の方なんですかね。戦後10年っていうことは、昭和20年、45年、55年ですよね。55年だから、今25年、多分70歳ぐらいですよね。多分オリンピック体験してる方ってもう80歳ぐらいだと思うんですけどね。まあ、その古いアンプってね、未だにねオークションで出てきたりするんですよね。僕もなんか1個買ったことがあるんですけど、もういじらないんです、あの処分しちゃいましたけど、そういうのもありますよね、はい。それからウェスタンのコンデンサーはいい音色しますね。ああそうですね、ウェスタンも、ウェスタンってスプラグですよね、あんだと思うんですけど、ウェスタンのマークが入ってても中身はスプラグかなと思うんですけど、確かにいいの音だと思いますね。それから平瀬理恵さん、 6GB8 は安西勝太郎さんご利用しした、という説の心配性はどうなんでしょう。ああそういうことですか。オーディオ評論家がそのオリンピックで使う機材にこれがいいぞっていうことを言ってたっていうんですね。まあまあでもドイツのもの使うんだったらやっぱりアメリカのもの使っちゃうんでしょうね。アメリカとか、まあ、日本のものがいいんだろうっていうことになっちゃうし、まあ、やっぱりオリンピックってそういう技術の、あの今なんてね、まあ、オリンピックスポーツ選手のガッツだけでは勝てないような感じがしますので、まあ、こういう今は昔もそういうバックヤードでのこう戦いがあったのかもしれないですね。なんか面白い、あの僕みたいにね理系で全然運動が苦手な人からするとそういう方のオリンピックも楽しいかななんて思って見たりしますよね、はい。さてまあ一応ですね、すいません時間の方が、時計が映ってますね、もうすぐ10時っていう感じですね。まあ睡眠をたくさんね取るとね、あの非常に、まあ、気持ちもリフレッシュしてですね、まあこういいなっていうので、まあ、昔はね遅くまで音楽聴いたりしてたんですけど、最近はまあよく寝て、すっきりしたところでまたアンプを作ったり音楽を聴いたりっていうことで、まあ、ほどほどにするのがいいななんて思いながら生活してます。なんで、もう30分ぐらいしたら私は就寝時間になってしまうので、というような形ではあります、ね。で来週は、来週はまたですね日曜日9時から考えてます。で再来週がですね、実はちょっとまたあの私のツイッターとかあの見られてる方ご存知だと思うんですけど、まあ旅行をですね年に、まあ、2回ぐらいさせていただいてまして、おかげさまでさせていただいてまして、またタイの方にねちょっと行ってきますので、再来週はどうですかね、現地から現地といってもですね、ブリラムっ
なんかこう名前言っても分かんないですよね、ごめんなさい、ちょっとタイの首都じゃなくて少し地方の都市に行ってるんですね。でそこで、どっかですね、まあ、喫茶店の隅っこか何かで場所が借りられればですね、そこからライブをしたいなっていうのを思ってて、その時、まあ、話すネタはまた近くになってから詳しく考えようとは思ってるんですが、なんかそういうライブ、海外からのライブでも見てみたいなっていう方がね、もしいらっしゃればね、そっちでやってみようかなというふうに思ってます。で、ちょっとね今回、10日間ぐらい行くので、2回目ですね、来週再来週その次が、今思ってるのは動画を作って出そうかなと思ってます。ちょっとね帰国の飛行機乗る時間帯にかぶっちゃったので、ライブの時間がかぶっちゃったんで、その向こうの空港からできるんですけど、ちょっと、レンタカーを返したりとかチェックインしたりっていう時間にちょうどライブの時間が重なっちゃうんで、ちょっと久しぶりに頑張って動画を作ってアップロードしようかなっていうのも考えています。またそんな形で引き続きやっていきたいと思います。またね、X とか Facebook の方もアカウントありますので、よかったら、合わせてご覧ください。今日はですね、いろいろありがとうございました。ちょっと今ライブの直前にですね、ちょっといろいろバタバタしてしまいまして、まあ、コンデンサーも少し本当は用意してですね、こう見せようと見ながらですね話したかったんですけど、ちょっとタイミングが悪くなってしまって大変申し訳ないです。で次のタイミングではまたですね、今、アンプがですね、この前出した202のアンプ、それからもう一つですね、みんな大好き送信管のアンプが、どうもですね、ご注文いただけそうな、感じです。ですのでそちらの話の進捗の話なんかを、またさせていただきたいなと思っております。今日はそれではこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。さようなら。